ばんは。直樹くん、早速熊タワー、熊タワー、タワータワー、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。こんな早速タワーありがとうございます。さあ今日は何をするかと言いますと、ちょっと本当にブスなんだけど、すっぴんすぎて、シールをたくさん買ったので、そのシールを開封してシール帳を作っていきたいと思います。ということで、もうちょっと人集まってからの方がいいんですかね。こんばんは。そう、今ねペットボトル、そうめっちゃ大きかったんだけど、ダイエット中でございまして、水をね毎日2リットル飲もうっていうチャレンジをしてるの。今こんぐらい残ってる。まあお風呂上がりにこんぐらい飲むだろうし、寝る前に飲むだろうから、まあまあいいでしょう。順調です。さあ明日の僕の太陽公園でね、セリカさんとエリーちゃんとシール交換をしようっていう約束をしてて、で私ねずっと誰かとシール交換がしたかったんですよ。けどけど、あのシールを持ってるんだけど、そのシール帳的なの持ってなくって、でさ、あのツイッターでさシール交換したいなみたいなつぶやいたら、誰こい出た日にセリカさんが声かけてくれてしようって。でさ、ちょうどそのセリカさんとエリーちゃんがシール帳を持ってる、あの向かいちチーム A でシール交換が流行ってたの羨ましいなって思って見てた身なんですけど、でシール交換をね誘ってくれたから、ちょっと今日はシール帳とかシールをいっぱい買ったので、ずっとね誰こい出たら、誰こい出たご褒美にシールをとシール帳を買おうってずっと決めてたのね。だから買いました、7000円分ぐらい7000円分ぐらいのシール帳とシールを買いました。あ、まさまささん、タワー、熊のタワーありがとうございます。すごい、この配信だけでもう2万円は確実にポポーンってあるから、私の今日のシール代はもう賄えた。え、みんなにもさシール帳を作ってほしいの。そんでさ、みんなみとシール交換をしてほしいあ、私はね体調は今は元気なんだけど、喉もあの平気なんだけど、咳だけが止まらないの。そうだからめっちゃ咳するけど気にしないでください、元気なんで。なので今日はシールを紹介していきます。買ったシールを、まず100均で買ったシールからさ紹介していこうかな。100円ショップでもねたくさん買ったんですよ。100円ショップで買ったシール、ちょっとじゃあお店ごとに、100円ショップでめっちゃねはしごしたの、お店を。もういろんなお店を見て、いろんなお店の
シールをね買い集めてきたから今日。まずじゃあダイソーで買ったシールを紹介していきます。まずはこれ、なんか可愛くない？うさぎのさ、なんかぷくぷくシールっぽい、なんかペラペラのシールなんだけど、めっちゃ可愛くない？これとあとこれ、サンリオのぷくっとシール、こちら、めっちゃ可愛くない？これも弟が好きなポチャッコもある、弟にあげよう。ほんでぷっちりシールってやつをね2種類買ったんだけど、1種類目がこんな感じで、ちょっと平成女児の私はこういう感じの。でもさ、みなみがちっちゃい時ってもっとなんかさあったんだよね、目がキラッキラにでっかいウサギのシールとか。なんか最近はさ、なんか何もかもがおしゃれになってるなって思った。今日そのファンシー雑貨屋さんとかにも行ったんだけど、なんかみなみが小学生の頃とかにあったようなやつ、なんか根本は似てるけどデザインがちょっとおしゃれになってたから時代の変化を感じました。ほんで次にこれがダイソーで買ったのがこの4つね。ダイソーがこの4つで、セリア、セリアで買ったのはまずこちら、お寿司のシール。加工がさ取れそうなんだけど、お寿司のシールでかくない？しかもみなみの顔よりでかいんだけどさ、でもファンシー雑貨屋さんも結構お店が少なくなってんのかな、だからちょっとファンシー雑貨屋さんのお名前をちょっと一応出さないでおくんだけど、なんか少なくなってるんだろうなっていうのを感じた今日この頃。お寿司のシールです。可愛くない？しかもこれちょっと立体的になってんの。お寿司のシールとこれキラキラシール、めっちゃキラキラなの。なんかあの自転車とかに貼るような反射素材あるじゃん、あれみたいなキラキラさ。あ、電気がさ2個ついてないからちょっと暗い、まあ気付けようかな。これキラキラシールと、あと見て、ディズニープリンセスのウォーターシール。これ中にさ水とビーズが入ってて、ちょっと見えにくいかな。なんかいつの時代になってもさウォーターシールってレートが高いよね。そう、そんであとセリアではこの推しの子のステッカーとちいかわのシール2種類買った。やっぱちょっと電気つけよう、電気つけますよっ、よいしょ。であとさ、ちょっともう夜ご飯を私食べちゃったんだけどさ、なんか足りないかなって思ってさつまいもをチンしたんだけどさ、ちょっとお腹いっぱいなんだよね。もうどうしよう、もうチンしちゃったんだけどさつまいも、でもお腹いっぱいなの今。これさ、でももうチンしちゃったから食べなきゃまずいよね。弟にあげようかな。まあいいや。じゃあまずね、100均のシール編はこんな感じだから、この辺は開けていこうと思います。じゃあまず推しの子から開けようかな。推しの子は、あ、そう、 T シャツかすみ、なんかさ前配信した時もかすみだった気がする。私かすみの T シャツはこれとね、もう一種類持ってるんだけど、こればっか着ちゃうわね。じゃあまず推しの子開けていきます。ルビーちゃんが欲しいな。私はルビーちゃん推しなので。え、これさ何枚入りなんだ？1パック、あ、1枚入りなんだ。あ、てれーん、
あいちゃんです。みなみってさ、絶対に推しの子のランダムグッズ、あいちゃん引く。あ、1枚入りなんだこれ。3枚ぐらい入ってんのかと思った。あ、じゃあもうあと 2,3 枚ぐらい買っとけばよかったな。まあいっか。あいちゃんでした。星野あいちゃん、え、本当にめっちゃあいちゃん引くの。みなみ逆にルビーが全然出ないで、ナーミンと一緒にオタ活するとナーミンがさ、かなちゃん推しなんだけど、かなちゃんみなみが引く。あ、でチーコは開けます。ちょっともう破っちゃった。え、ロールアイスのサイド M のコラボはね、まだ行ってないんだけど、行きたいなって思ってて、けど私今ダイエット中だからさ、悩んでる。まあアイスぐらいならいいかなって思う自分もいる。これはね、チーカーは1パック5枚入り。じゃあまず、でなんか全部さキラキラしてるんだよね。ほらキラキラしてる。まずチーカーと8割かわいい。なんだチーカーとさ、これなんだっけこの人、これなんだっけ、ラッコ、ラッコさん。え、見て、しかも後ろも可愛い。欲しいものリストだって。そんなのさ、富名声お金だよね。可愛い、ちいかわと。これはなん、ラッコ、ラッコ、ラッコの裏は自由メモになってた。あ、うさぎ、うさぎ、うさぎキャラクター紹介。ほら、ヤハと規制を発する。ほんで、あ、ハチワレだ、嬉しい。ハチワレが一番好き。ハチワレの裏は自由メモで、栗まんじゅう。この裏は本日のメニュー、焼きしいたけ。あ、島根のちーやんさん、島根のちーやんさん、くまのタワー1万円のやつありがとうございます。すごい、もう3万円も稼いじゃったこの配信で。ありがとう、美味しいもの食べよっと。じゃあこのシールコレクション2個目開けていきます。まずシーサー、全部キラキラだ、これ嬉しいね。シーサーの裏は塗り絵。そしてあれ、なんだこれ、自由メモになってた。これはおー、わしが見た希望、なんかおばあちゃんとうさぎとちいかわと8割。誰だこのおばあちゃんは。でうさぎ、あ、これもまたうさぎのキャラクター紹介。あ、かわいい、これ見て、ちいかわ、ちいかわが泣いている。ほんで裏はやりたいことリスト。やりたいことリストは海外旅行、投資、積み立てNISAかな。最後、うわ、すごい、なにこれ、どんぐり、裏ラッキーアドバイス、踊る、なんだこれ。え、なんか後ろにいるちいかわと8割かわいいよ。なんだろう、どんぐりですね、でした。んじゃん、こっからはファンシー雑貨店で買ったシールを発表していきます。ちょっとさ、もう7000円分ぐらい買ってるんですよ。すでにさ、100均でさ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1000円分のシールを買ってるのね。もうファンシー雑貨屋さんで、もう女児の小学生の女の子がなんかすごいいっぱい多かったんだけど、もう小学生を横目に欲しいシールを大量に買ってやりました。あ、その前にね、ロフトとサンリオショップでもね買ったんだ。先にそれ紹介しよう。
めっちゃいっぱいシール買った本当に。まずさ、ロフトで買ったのはね、これタイルシール、めっちゃ懐かしくない？平成といえばって感じじゃない？サンリオのタイルシール、マイメロとウサハナ、めっちゃレトロって感じだったし、色合いがさ、めっちゃレトロって感じでした。もうウサハナなんてさ、もう平成の象徴じゃない？平成女児の象徴だと思うんだけど、どう？どう？音がめっちゃいいの。 ASMR。 これでも1個さ528円すんの。これだから2つでさ1050、まあなんか1000いくらぐらいしたのよ。いいお値段した。ウサハナとマイメロのタイルシールと、サンリオショップで買ったのはこれ、てれーん、キティちゃんの遊べるシールセット、カフェレストラン、イエーイ。めっちゃ可愛くない？キラキラがさついてんの、リボンとか。だしさ、あのほらケーキとかキラキラしてるんですよ。めっちゃ可愛くない？これシナモンのアイス屋さんバージョンもあったんだけど、なんかカフェレストランの方が食べ物がいっぱいいろいろあったからこっちにした。ちょっと可愛いと思って買っちゃった。これと買いました。ほんじゃファンシーショップ屋さん編に行きます。合計でね、これはね、4000いくらぐらいだったかな？いくらだっけ？領収書あった。あ、これじゃない。あれ？領収書あった。3820円、3820円分のシールを紹介していきます。まずじゃあまずシール帳ね。シール帳はあ、ケージーさん、タコ ×10、 1000×10 だから1万円、タコタワー、ありがとうございます。え、嬉しい。4万円ですか今私。じゃあこの配信で、たかだかくだらないこんな配信でみんなをこんなにお金を使わないでください。でも嬉しいです、ありがとうございます。シール帳をね買ったの。このシール帳にしました。めっちゃキラキラで可愛くない？ピンク、めっちゃ迷ったんだけどね、やっぱピンクがいいなって思ってピンクにしました。猫、猫です。猫のキラキラのシール帳とシール台紙も買ったよ。猫、これも猫、2種類柄があるんだよね。これもね2種類柄があるの、かわいい。これにいっぱいシールを貼って明日持っていくんだ、楽しみ。じゃあシールを紹介します。あ、これはねサンリオショップでもらったおまけ、なんかマイメロちゃんの付箋みたいなアロハシャツ柄の。サンリオショップってさ、こういうおまけをくれるからありがたいよね。この円安のご時世でもおまけをタダでくれるからさ、ありがたい。まずどれから紹介しようかな。まずじゃあこれ、これちょっと可愛いと思って買っちゃった。可愛くないですか、ボンボンドロップ、うさぎさん、めっちゃ可愛くない？なんかぷくぷくなってて立体的なの、立体的でなんかね
めっちゃ可愛いと思って買った。え、ちょっと伝わる？この立体感。後で開けます。そしてこちらキラキラパウダーカプセルシール、これね、犬シャカシャカなるやつがさ中に入ってんの、グリッターとか。これもさめっちゃ可愛くない？私このさ犬が可愛いと思って白い犬買っちゃった。めっちゃ可愛くない？可愛い。そんで、あ、これすみっこ暮らしのキラキラシールちょっと可愛くて買っちゃった。これもまさまささん、カラオケのマイク10個ありがとうございます。これも1万円分だよね。ありがとう。そんな、ちょっとお金は大事にしてください。嬉しいけどありがとうね。てれん、なんかね、グリッターシール、なんかさほさんもさシール帳を持っているらしく、いつかさほさんと交換できる日が来たらいいなと思い、すみっこ暮らし、あと単純にちょっと可愛いなって思ったからすみっこ買った。ほんで、てれん、着せ替えシール。やっぱさ着せ替えシールっていうのはいつの時代になってもさときめくものですな。着せ替えシールめっちゃ可愛くない？これリボンとかついててさ可愛い。めっちゃ可愛い。これもなんかね、中のこっちのね面にもあるんだけど、ちょっと着せ替えの女の子たちがさワンチャンバンされそうな感じで怖いからめくらないでおくね。あとこのちょっとツインテールの女の子が可愛くって買っちゃった。そんで見て、もう懐かしいキラキラウォーターシール。これも水入りのレートが高いやつですよ。買っちゃった。かわいい。めっちゃかわいくない？買っちゃいました。そんで最後、これ暗いところで光るんだって。これなんかおにぎりとかのご飯のシール、これね、なんかキラキラとかもついてたからちょっと買っちゃった。え、本当に光るの？これどうやって見たらいいと思う？え、どうやって見たらいいんだろう。暗いところで光る、光を集めよう。ちょっと光らしてみたい。今電気にね向かって光を集めてる。え、ね、どうやったらわかると思う？え、全然光ってないよ。え？どうやって光るの？まあいいや、ちょっと後でやってみます。あ、投げちゃった。そんなこんなで約7000円分のシールたちが出揃いました。あ、嘘、あと最後にこれがあった。これはね、すごいですよ。もう一万ね、でっけえの買いました。もうこれはね、すごい。夢と希望が詰まってるよ。え、これさ、他にも、中にはないのかな？あ、ない。これが、まあでもでっけえからいいや。でっけえの買いました。てれーん！着せ替えシールのでっけえやつ。しかも見て、ここになんかプリズムストーンみたいなキラキラもあるの。でっけえのを買いました。みなみの顔よりもでかい、もしくは同じくらい
よ。しかもさ、見て持ち手がついてんの、こうやって持ち運べるんだね。こうやってこれを持ちながら電車に乗りたい。さあ、出揃いました、シールたち。これを今からこのシール帳に貼っていきます。じゃあまずこのシール帳を開封するよ。ワクワク。でもさ、もっと高いのかなって思ったんだけどさ、これ715円、意外と安かった、想像より。めっちゃキラッキラなんだけど、すごいねえ、ワクワクする。え、しかもさ、こういうなんかバインダーのさ、パッチン付きなのいいよね。あ、なんかスポンジが出てきた。かわいい、めっちゃかわいい。ちょっとさ、ワクワクしちゃう。もうもうすぐで21歳になる女ですけれどもさ、やっぱいつまで経っても平成女児の心が残っている。すごい、見て、保護者の方へっていう注意書きも入ってました。え、すごい、見て、猫ちゃん、かわいい。ママに怒られるだろうな、こんなシールにお金使ってんのバレたら。ちょっとじゃあこの台紙もね、一緒に入れようと思います。みなみがさ、ちっちゃい時はなんか一期一会系のさ、あの顔と目がでかくて体がちっちゃい女の子たち、なんか森神の女の子がさ印刷されたシール帳とかがいっぱい売ってたんだけど、もう今の時代そんなのなかった。こういうなんかキラキラのやつに動物とかだった。やばい、懐かしい、このバインダーの感じ。もう体がさ覚えてますね。やっぱ平成女児を生きた女なのでさ、使い方とか体が覚えてる。見てー、バインダーに新しい台紙も入りました。え、ワクワクする、楽しい。じゃあ早速ペタペタと貼っていきたいと思います。え、みなみさ、買ったやつ以外にも他にもシールって持ってなかったっけ。なんかいっぱい持ってる気がするんだよな。ちょっとさ、部屋を探してみてもいいって言いたいとこなんだけど、探してこよっかな。ね、ちょっと、え、でもめんどくさいな、どうしようかな。まあ、一旦貼るか。ちょっとじゃあ一旦貼ります。じゃあまず1ページ目どうしようかな。1ページ目はどうしようかな。じゃあやっぱ愛ちゃんをデドーンと貼ろうかな。愛ちゃんを貼ります。やっぱこの大きなステッカーっていうのは存在感がありますからね。え、なんかチェキとかにも貼ろうかな、ピンポンの。見て、愛ちゃんを貼りました。え、じゃあここに何を貼ろうかな。どうしようかな。え、楽しい、本当に今すごく楽しい。愛ちゃんをドーンと貼ったとこに、じゃあこれキラキラシール貼っちゃうよえ、すごく楽しいです、今こんな楽しいな。もうでっかいの貼っちゃおう。
もうさ、心がさ、女児の心をさ忘れていないので、私はずっとなんか本当にそこらにいる女児と同じようなシール帳を作れる自信がある。なんかさ、大昔に通ってたダンスでさ、年上のお姉さんがシール帳にいっぱいプリクラ貼ってるのとか見てすごい憧れだったな。プリクラとかも貼っちゃおうかな。シール帳にさプリクラ貼ってるの良くない？結構さ、友達と遊ぶとさプリクラを取りがちなので。え、何貼ろう、ちょっとワクワクしちゃう。どうしようかな、これにしよう。楽しい。もう今すごい、もうやっぱね、そう、さすが平成。そう、私平成15年生まれだから、もうれっきとした平成女子なわけよ。ホットドッグも貼っちゃおうっと。あと何貼ろうかな、エリスも可愛いから貼っちゃおう。楽しい。完成したら見せてあげるね。みなみがどんなシール帳を作っているのか、お楽しみに。え、このさ、うさちゃんカチューシャをさ、あいちゃんにつけてあげよう。え、かわいいんじゃない？どう？うん、変なとこについちゃった。難しい。めっちゃ楽しいよ今本当に。ほんほん、あ、ちょっと曲がっちゃった。剥がせるかな、剥がせない。肌が白くなる。こうすると、みなみってさ肌、いや白いのは嬉しい、あれどっかちょっと白くて嬉しいんだけどさ、デブだからさ、ちょっと豚さんみたいなんだよね。白豚。やっぱ星はね大切よ。あと何にしようかな。このクマちゃん可愛いからここに貼っちゃおうと。あと何にしようかな。あ、チキンも可愛いから貼っちゃおう。やっぱさ、もう平成の血がさ流れているわけだからさ、余白を絶対に許さない女なわけですよ。余白なしにギチギチに貼ってる今。え、やばい、楽しい、懐かしい。あ、めっちゃ足しびれてる。いてててて、懐かしい、楽しいです。とてもこれも貼っちゃおう。どこに貼ろう、ここに行けるかな。あ、いけた。あとはここにも貼っちゃおう。チュロスとかも貼りたいな。チュロス、あ、チュロスここに貼ろう。おお、いいね。なんか謎の三角形もあるから、謎の三角形もここに貼っちゃおうかな。これなんだ、おにぎり？やばい、窓閉め忘れてた。すごい外のさ、部活終わりであろう中学生の声とかが聞こえますな。え、あとはこれもここに貼っちゃおう。え、やばい、ちょっとあまりにも平成ジョージすぎる。
ちょっとさ楽しみにしてて、みんな完成を。パーティー帽子みたいなやつもここに貼っちゃおう。あとそこになんか貼りたいな。貼れるかな。ここに貼っちゃう。えい、貼れた。てれん、できました。1ページ目、星野愛ちゃんとキラキラシール、じゃーん、かわいい。貼ったやつを、そう、貼ったやつを交換するの。ここにあるやつをこうやって見せ合いっこして、じゃあこの綿飴のシール欲しいから、じゃあ私が持ってるハートのシールと交換してみたいな感じで、ここに貼ってるシールを交換するんですよ。よく公園とかでやってたな、シール交換。かわいい。愛ちゃんとキラキラシールたち、いいね。1ページ目からだいぶいいのが作れたよ。でもこのシールたちもあるから、愛ちゃん欲しいって言われたら、この愛ちゃんと同等のシールと交換をするの。ケイジーさん、クマ1万円のクマ、ありがとうございます。ありがとう、感謝感謝。そう、貼ったやつを剥がしてまた貼れるんですよ。このさ台紙がねツルツルしてて、貼って剥がせる感じなの。だからじゃあ例えばこのウサギが欲しいってなったら、いいよウサギあげるって言って、こうやってペチって剥がして、ほら剥がれるんです。なんかでもさ、南が小学校の時よりもさ、シール帳のこの台紙が綺麗に剥がれやすい気がする。全然剥がれなかったの、南が小学校だった時。2ページ目どうしよっかな、何にしようかな。じゃあちょっとここでタイルシールとか貼ろうかな。ちょっとじゃあタイルシール貼っていきます。これをさ切るのかな。あ、すごい板みたい。めっちゃ板みたいだよ。ASMR。 マイメロちゃんとウサハナ。タイルシールはね高級品ですよ。高いもん、高かったもん。どうやって貼ろっかな。じゃあまず大きいのを貼っていこうかな。どうやって倒すんだこれ。難しいかも。切って剥がすタイプかもしれない。ちょっとメガネしとこうかな、ブスだから。すっごい反射するけど、ちょっとすっぴんすぎてブスで恥ずかしい。今更ながらメガネを。これはね、みなみがリアルで使ってる筆箱、高校生の時から使ってる、あのコギミョンの筆箱に篠宮なつきくんの缶バッジと篠宮なつきくんのアクキーと鬼ナッツのアクキーをつけてます。鬼塚なつみちゃんです。この中にねハサミが入ってたはず。あれないかな。あ、ない。あれ、どこやった。ないんだけど。これを
もうさ、最近はさ筆箱を使う機会なんてほとんどないんだけど、あのお稽古の時とか使ってました。かわいい筆箱でしょ。ちょっとさ、ハサミがない。大惨事、大事件です。芋でも食べるか。あんまお腹空いてないけど。うまっ。え、そう、スーパースターはすみれちゃんと鬼ナッツが好き。でも本当にお腹空いてない。なんなら今すごい苦しい。でもチンしちゃったから食べなきゃ。ハサミ取りに行くのめんどくさいな。目の前にさカッターあるんだけどさ、取れるかな。えい、取れた。カッターで切っていきます。ガタガタするかもね。まあよかろう。タイルシール難しい。やばい、机まで切っちゃった。ちょっと傷ついちゃう。まあいっか、バレないバレない。じゃあまずマイメロちゃんのタイルシールを。え、難しい。切れないよ。ハサミの方が良かったかな。うん、机傷だらけ。まあいいでしょう。もう十分ボロボロだし。これさ、どうやって剥がせばいいんだ。あ、折れたよ。あ、できたよ。いいね。てかさ、今日さ、あ、これも始まってる？世にも奇妙な物語が見たいんだよね、今日。これも始まってる？あ、始まっている。あ、始まってるや。世にも奇妙な物語、ちょっとこれ見ながらやろう。世にも奇妙な物語、あんま見ない。ホラーとか得意じゃないけど、あれは見れる。貼れましたよ、タイルシール。ウサハナとコウで貼ろうかな。いいね。みなみってさ、こう見えて、どう見えてるか分かんないけど、みんなにこう見えてテレビめっちゃ好きなんだよね、見るの。なんか YouTube とかよりテレビ派だよ。やばい、また机切っちゃった意外とね、自治ニュースとか結構見ます。お家でニュースばっか見てるから。みんなから見てどう見えてるのか分かんないけど。
自治ニュースっていうのなんていうの、あのさ最近で言うとさ、楽屋でさなんかサプリメントの話になって、でも私が飲んでたサプリもう製造停止になっちゃったんだよねって言ってたメンバーがいたから、え紅麹って聞いたら、紅麹って何って聞き返されたから、あ紅麹のニュースが通じなかったって思ってちょっと悔しかった。え紅麹って返す自分もなかなかだけどさ、そう意外とニュース見るからね、なんかあんま株価とか政治のことはよくわかりませんけど、自治問題ならまあ割と見る気がする。だからさ結構さ社会の授業だっけ、テストで自治問題が出ることがあったんだけど、それはね解けてたんですよいつも。ニュースをよく見るから、能弁でも自治問題だけは得意でしたね。テストは能弁派なので、私テスト勉強とか人生で一回もしたことない。まずあの受験ってものも人生で一回もしたことないから、高校受験とかもしてないんですよ私。高校受験なかった。あ、わかるよ、新しいお札に切り替わる話。いつになるかわかんないけど、諭吉が栄一になるんでしょ。こんなさあのシール帳を作りながら話す内容ではないよね、全く。もうはれたー、てってれー、渋沢栄一出ますよそのくらい。でもリアルにさメンバー知らない人多そう。あれ何かさ、なんかなぜか止まっちゃったんだけど動いてますか。え、なんでだろう、携帯でもめっちゃ熱い。最悪、変顔で止まったの。あれ動いてますか。めっちゃ携帯熱い。多分ねバンされたとかではなく容量なのか何なのか、多分私の携帯の問題な気がする。びっくりしたよ。充電はね差しながらやってた、だから今抜いた。でもいっぱいある。え電波悪いかも、家の電波がそもそもあんま良くないからさ。最近しかも電波の調子悪かったんだよね。そういえば大丈夫かな。大丈夫だと思いたいですな。Wi-Fi だよ。けど Wi-Fi の調子が悪くて。
あの家の中なのにデフォルトで Wi-Fi のさ3つの線あるじゃん、2なんですよいつも。あれ？ねちゃんと動いてる？なんかぐるぐるなってる。話が同じ話をループしてるとかなんとか。あれ大丈夫ですか？大丈夫そう。よかった。ところでさ、明日の公演来る人いるの？この中に。もう最近さ、みんな卒業公演のために温めてるんだろうかさ、南推しが少ない。公演ちょっと前に比べたら。あ、いる、行きます。あ、嬉しい。外れました。え、そう、夜は女性限定楽しみ。初めての女性限定公演。あ、初めて劇場行くの？待ってるね。明日からプラス1曲ってなんだろう。明日も逆上がりかな。まだ新しい、うわびっくり、新しい曲だったらどうしよう。練習しなきゃ。夜はね、結構エリーちゃんの女の子のファンが多いらしいってまなかちゃんから聞いた。あれ、曲切り替わるのっていつだろう。なんかさ、でも2週間おきだよね。明日もまだ逆上がりか。あれ、まあ、あの次にやる曲はさ、何をやるのかも私はもう知っているんだけど、明日、明日も逆上がりかな。ちょっと確認しよう後で。さかがり、でん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 。え、すくみのうちは使って大丈夫ですよ。なんか結構ね、みんなも私のファンの人も振ってくれてる方も多いし、なんかこれまで出したうちわで一番漏れてるのあれだから。オリピー、あ、1週間ってことはもう切り替わりか。ん、明日ってなんだろう。明日もまだ逆上がりかな。次の曲はオタク好きそうですか。はい、私は好きです。シナムと私はとても大好きな曲。でもさ、パーティー公演のやつさ、みなみさ、毒リンゴを食べさせてやりたいんだけどさ、絶対に 100% ないんだよね。やりたい、毒リンゴ食べさせて。やったことないけど、めっちゃイントロが好きでさ、最近ずっとリピートして聞いてる。誰恋出る楽しみも毒リンゴを食べさせてが、あの中でかかってる曲がさ、毒リンゴを食べさせてだから、早めにステージスタンバイしてれば聞ける。毒リンゴを食べてほしい、ランランラン。お腹とか痛くなっても、誰恋当たらない。いや、当たらないよね誰恋って。十
16人だからさ、8人公演のかける2倍人数がいるわけじゃんか。だからさ、なかなか当たらないよね。誰恋みなみあと何回出れるかな。12出るでしょ。でも今月はちょっと出させてほしいな、せっかく覚えたし。毒リンゴを食べさせてはね、もう完全にゆいりさん公演の影響で好きになった。あの時に初めて聞いた、あのゲネの日にずっとかかってたので、この曲なんだろうって思いながら聞いてて、テリーボーイ、そうテリーボーイさん、この前さ思いっきり間違えたんだよね。最初のさ、イエイ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 、テリーボーイ偶然の男の子、イエイ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 はまだお座りしてなきゃいけないのに飛び出しちゃった。めっちゃさ元気よく飛び出しちゃって、めっちゃ恥ずかしかったし、ちょっとその日はね客席がちょっと静かめの日だったのね。もう真顔でね、目の前を見たら真顔で誰も笑ってない、あーってなった。このまま穴があったら入りたい、煉獄杏寿郎になりました。穴があったら入りたい、せめて大笑いしてほしかったけど。そうラーメンの日だから、あの日も MC が本当は違うお題だったんだけど、まなかちゃんがあまりにも静かだからって、普通の MC をしたら盛り上がらないしから絶対いいって、だから盛り上げ対決にしようって言ってくれて、盛り上げ対決になりまして、どう盛り上げたらいいかわからないって思って、もうあのニンニクマシマシはね即興で出てきた、あれは。けどめっちゃ好評で嬉しい。よかった、体重を晒した回がありました。全マシマシガチ楽しそうだった。え、じゃキャッチフレーズにしちゃおうかな。私が皆さんニンニクどうしますかって聞くので、全マシマシでーって答えてください。それではいきます。皆さんニンニクどうしますか、全マシマシでー、ありがとうございます。卒業まで、卒業まで残り何日、あなたからの愛をマシマシにしてほしい。16期生の里美奈こと佐藤みなみです。よろしくお願いします。みなみちゃん、どうしよう、よくない、あなたからの愛もマシマシにしてほしい。卒業まであと何日、あなたからの愛マシマシになりますか。里美奈こと佐藤みなみです。やろっかな、そんなに二郎キャラになりたいってわけでもないんだけどちょっとじゃあでもさ、こすりすぎるのもさつまんないじゃん。どうしよう、迷う。でも16人公演ってさ結構静かめの日が多いって言ってたから、メンバーが静かめの日限定にしようかな。ちょっと客席が静かかもっていう日限定で、それか
キャンディーが好き、プリンが好き、ジローが好き、ニンニクは全マシマシ。え、いいんじゃない。でもみなみさん全マシマシ頼んだことないんだよな。大嘘つきだよね。全マシ頼んだことない女が全マシマシって言っているってなっちゃう。頼んだことないんですよ全マシ。あの食べきれないんで絶対に。私今ダイエットしてるからさ余計縮んでるわけよ胃が。全マシマシなんてね食べきれる体ではないんですよ今の私が。そんな私の嘘つきのキャッチフレーズになっちゃうけどいいのかな。コンビニ二郎はね5月31日に最後の晩餐で食べた。まなかちゃん家で人の家でニンニクの匂いを放ちながら食べました。すっごい美味しかった。セブンのやつを食べたよ。ちょっと思ったよりもさこのタイルシール時間がかかってます。切り離しが大変で。味噌菌食べてない、見つけられなかった。でも味噌菌今さ小麦粉禁止してるからさ今見つけたとって食べれないんですよ。でもさ実はさみんなにツイッターヒカキンさんとさ相互フォローだからさ味噌菌食べたいですって連絡したらくれるかな。なんてそんな度胸は私にはございませんので連絡しないですけど味噌菌くださいなんていう。で見つけられなかったからみなみがダイエットをしてない時にまた味噌菌が発売しますようにってお祈り侍。待って録画しとけばよかった。世にも奇妙な物語このさ途中からチラチラ見ても全然わかんない。あら首絞められちゃうよ。あららら、らどういう状況これ。死んじゃうの。てかさ窓自分家も開いてるしさ隣の人ん家も開いてんのかな。めっちゃ隣の人ん家のテレビの音聞こえる。え閉めた方がいいよね。うるさいよね多分。私閉めます。ちょっと閉めてくるよ。どんな爆音でテレビ見てるのってなるよね。そうどういうこと。外でラジオ聞いてるとかなのかな。なんか閉めてもうっすら聞こえるんだけど。ラジオ聞いてんのかな。めっちゃさ窓を閉めてもさ聞こえてくる。ということでタイルページ完成。めっちゃ ASMR って感じ。いいね。じゃあ次のページはどうしようかな。あじゃあこれプリンセスのウォーターシール貼っていこうっと。でもさ南が一番好きなディズニープリンセスここにいないんだよね。じゃあみんなに問題です。てれん。みなみが一番大好きなプリンセスは誰でしょう。
みなみが一番好きなディズニープリンセスを当ててみてね。ヒントはこのメンツの中にはいません。さあレッツシンク。あ、ラプンツェル多いですね。誰かな誰かな。ちなみにラプンツェルはここにいました。誰かな誰かな誰かな誰でしょうか。もう一つヒントはもうこれはねほぼ答えなんだけど、最近新エリアがオープンしたよ。誰かな誰かな。正解はエルサでした。みんな当たったかな。みなみはねアナ雪が大好きなの。もうエルサが一番好き。プリンセスの中でエルサがもう世界で一番好き。だからね早くファンタジースプリングスに行きたいの。舞ちゃんとディズニーシーに行く約束をしたんだけど、でもファンタジースプリングスは多分混んでるしチケット取れないから、今あれファンタジースプリングス入るためにはさ、なんだっけ、なんか必要なのよ。誰？弟？ん？あ、でもうちね置き配にしてるから宅急便大丈夫。あ、出なくて平気。弟のお届け物でした。びっくり。いや全部入んない。ちょっとラプンツェル縦になっちゃうし、ベル入んなかった。あ、ジャスミンが2匹いる。え、じゃあちょっとジャスミン2匹いるからこっちのジャスミンに退散してもらって。ベルを入れて、明日シール帳忘れないよ。今こんな必死にさ作ってさ、今日7000円分のシール買っといて明日忘れたらさ、何のために買ったのってなっちゃうからね。完成！ディズニープリンセスのウォーターシールコーナー、いいんでない。そう、まいちゃんとねディズニーシーに行く約束をしたの今月。楽しみ。でもファンタジースプリングスにはまだ行けないから。でもさディズニーシーってさ、ファンタジースプリングスのおかげでさめっちゃ空いてるらしいね。みんなファンタジースプリングス行くからソアリンとかがめっちゃ空いてるっていうのを見たんだけど、雨でも行こうねって話してる。カッパ着て行こうねって。今さ、そういえばさ変なところに口内炎ができちゃって、あのさえ、なんて言ったらいいの、喉の口をあははって大きく開けたら見えるんだけど、喉のさ、え、正式名称なんて言うんだろう、あの一番奥にさある
あるじゃないですか、見える喉の、あのそうね、これのさ正式名称がわからない。ちょっと待って、どう言ったらさマイルドに聞こえる？喉っち、うんうんっていうじゃないですか。喉の奥のさこの名前、喉っち、うんうん、これの正式名称って何ですか？ちょっと待って教えてほしい。そう、のどちの隣、口蓋水、あ、口蓋水って言うんだ。そう、あの口蓋水の隣にめっちゃでっかい口内炎ができちゃって、食べ物とか飲み物を飲み込むたびにめっちゃ痛いの。その口蓋水があるとこの隣の部分、あーって言ったら見えるんだけど、のここわかりますか？上顎の方めっちゃ痛いの、めっちゃでかいの。しかもこんなとこにできるかって思ったんだけどさ、できたんだよね、こんなところにこんな縁が。おかげさまでさ、あれ、ラプンツェルが剥がれてる。めちゃくちゃ痛いんだよねここの口内炎今。そう、私の口蓋水が今見えたでしょの横に今できててね、こんなとこに口内炎できたの初めてなんだけど、痛くて痛くて仕方がない。じゃあ次のページはさ何にしよう。ちょっとさそろそろ高いシール貼りたいよね。じゃあこれにします。このキラキラのパウダーカプセルシールね。え、今のど風邪流行ってるよね。私もずっと咳だけが治らないんだよね。もう楽屋みんなずっと咳してるし、かわいそう。お休みが欲しいよねみんな。切り抜かれませんようにって言われてる。大丈夫、私の配信切り抜き禁止だから、きっと切り抜かれないはず。え、すっごい剥がれるんだけど、もうこのさシール台紙がツルツルすぎてさ、ウォーターシールがめちゃめちゃ剥がれる。待って、シールのパッケージ捨てまくってるけどさ、これ捨てない方がいい気がしてきた。袋にさ戻して保管してた方がさ剥がれたりしないよねきっと。ああ捨てちゃった、ゴミ箱から取り出そうっと。後で取り行こう。めっちゃ可愛いなこのシール。
あれなかった。あれ、これも貼れない。こっちにしよう。え、犬かわいい。なんか犬も猫もさ、どっちも好きなんだよね最近。あ、そう、面白い。なんかお葬式でさ、参列者の皆様がダンスしてる、面白い。どういう状況？今ね、世にも奇妙な物語を見てるんだ。見ながらシール帳を作ってるの。すごく不思議な光景。面白いとか言っちゃったけどさ、面白がっていいものだよね。だってさ、テレビだもん。できた。てれん。ここに、この隙間にこれを貼っていくね。例えばさ、 FOD なのか TVer なのか忘れたけどさ、失恋ショコラティエが見れるよね今。めっちゃ嬉しいんだけど、失恋ショコラティエ最近ずっと見たいなって思ったからさ、嬉しい、見れるの。絶対に見る。え、待って、このシールめっちゃ可愛くない？え、めっちゃ可愛い。TVerか。かわいい。かわいすぎる。かわいい。うわ、かわいいな。え、楽しい。もう本当に今すごく。ご飯真っ黒なんだけど、なのにリンゴジュースを置くんだ。すごい。でもなんか全然理解できない。今おとなしい、ほぼおとなしいで見てるから。いや、わかる。失恋ショコラティエのサントラめっちゃ好き。サエコさんみたいな女の子になりたい。一応には見れなくなっちゃう。ちょっと明日電車の中で見よう。なんか貼れない。え、やばい、剥がれてきたこのウォーターシール。ちょっとどうして。かわいい、かわいすぎるよ。肉球。できた。このページめっちゃかわいい。
背景の色も相まって、これはね多分また使うからちょっと置いとこう。こっちをじゃあ水色にしたから、こっちはピンクにしたいな。台紙もピンクだし。じゃあこれ使います、このウォーターシール。でも隙間を埋めれるようなものがさ、水色しかない。これピンクも買えばよかったな。うわテンション上がるわ、こういうシール。どうしようかな。え、そうシールにね水入ってるの。え、エリちゃん3日で覚えたの僕体、すごっ、天才だ、すごすぎ。やっぱさ先輩ってさすごいよね本当に、尊敬するや。あれなんかこのハート剥がれてくる、ちょっと粘着力ないのかな、どうしようかな。ちょっとじゃあとっくに支払った楽天カードからのハガキに貼っとこうかな。どうしよう、テレビのリモコンに貼っといてあげよう。テレビのリモコンデコっちゃった。今すごくね楽しいことをしているよ私、シール帳を作ってるの。シールたちを貼れたから、これを隙間を埋めていくよ。このこれを使ってなるべくピンクっぽい色味のやつを選んでいこう。え、めっちゃ可愛いな。明日の公演楽しみだな。なんか最近さ本当にいっぱい公演出れるようになって嬉しい。公演ってさ覚えるまでが大変だし、覚えてから数日はさもう慣れるまで本当に難しくって大変だけどさ、だんだん慣れてくるとさすごい楽しくなってくるんだよね。公演を楽しむ余裕が出てくる。もう僕隊はさ楽しむ余裕が一切なくて、ちょっと前まではマネージャーさんにもう出たくないですって言ったぐらいだったんだけどさ、最近は楽しくて仕方がない。あとはね歌がちょっと上手に歌えているような気がして歌うのが楽しい。
ようやく公演が楽しいと思えるようになってきた。私さ、楽しんでるのってさ、きっと心の底から楽しんでいれば伝わるじゃんか、みんなにも。とか、あとは最近はもう卒業するからなんだろうけど、なんかいい意味で無関心になれてるから傷つくことがなくなった。し、変に期待もしなくなったから、もうのびのびと活動を、ね、今は楽しんでます。できた。え、めっちゃ可愛くない？このページ。ピンクページと水色ページ。いいねー。可愛い。あ、もう厚みがすごすぎて、見て。途中までしか開かない。ちょっとさ、現状、え、やばい。もうすでにこんななんだけど、どうしよう。厚みのあるのをさ、同じページ同士にしたらダメだな。マジでめっちゃ剥がれるんだけど、このウォーターシール、プリンセスの粘着力弱いのかな。え、変えようかな、ちょっとページ。ダメだっためっちゃさ、いい感じなんだけどさ、閉じない全然。まあいいか、これも平成だよね。ちょっと閉じなくなってきたから、一回薄いシールで、あ、こっちのシールがあったや、貼ればよかった。まあいいや、ちょっと一旦このページは薄くしよう。ちいかわシールを使おう。ちいかわシール、友達がさ、うさぎ好きな子いるからさ、うさぎだけ取っといてあげよう。あったらあげようと。見てる？みなみとエアポッツケースがお揃いのうさぎが好きな友達、多分見てるんだよね。あげるからコメントはしないでね、見てるよってバレるから、後で LINE してください。私 LINE の通知切ってるから今 LINE されても見れない。うわっ、モモンガが出なかった。モモンガ出たらマナカちゃんにあげたかった。これあげるから、この3つ、友達、まなかちゃんモモンガ推しではないと思うんだけど、まなかちゃんってモモンガに似てるってずっとみなみが言い続けてるから、まなかちゃんはモモンガって勝手にみなみが言ってるだけなので、まなかちゃんってちいかわに似てるよねって言い始めたまなかオタクはね、みなみが最初だと思う。どう思う？そう思ってるんだけど、どう思いますか？まなかちゃんってちいかわだよねって言い始めたのって、みなみが第一人者だと思うんだけど、どう？しかもさ、ちいかわの中でもまなかちゃんってモモンガ、まなかちゃんはモモンガなんですよ。なんか怒ってるモモンガを見るとまなかちゃんに見えてくる。びっ
回さ東京駅がさちいかわだらけだった時にまなかちゃんと一緒に行ってさ、えほら見てまなかちゃんに似てるよって言ったの。ほらこの桃がなんて怒ってる時のまなかちゃんだよって言ったら大笑いしてた。まなかちゃんはももんがちゃんなんですよ。くるみちゃんもちいかわ、くるみはね絶対にちいかわ。まなかちゃんはももんがなんだけど、くるみはちいかわなの。だからまなくるってちいかわなんだよ。くるみが楽屋で大騒ぎしてる時がちいかわそっくり。マナクルはちいかわなの。本当にさ実際2人ともちっちゃくてかわいいしね、うらやましい。みなみもさちっちゃくなりたかった。意外とさ身長あるんですよ私、158センチあるの。でかいんだよね普通に。女の子の中だったら標準かちょっとでかいかぐらいの背なので憧れる。あの小ささにしようかな。そう平均身長なんですよ。結構さメンバーさ背小さい人多いからさいいなーってなる。なんかメンバーと一緒にいると自分がすごいでかく感じるの。自分でかくない？ってなる。そうけどねライブとかだとねこの背でよかったーってなる。やっぱちっちゃいとさ埋もれてしまうじゃないか、何も見えないってなっちゃうから。でもこれ以上大きくはなりたくない。もうあそうなんだ、身長高く見えるとステージ映えする。なんかそう言ってもらえると嬉しいな。背が高くはないけど低くもないみたいな感じだから、こんぐらいの背でよかったってなるかも。俺ピーマン。貼れるかな。あ、貼れた。このページはちいかわとキラキラページ。このキラキラシールをね。ぎっしりと貼っていきます。あー金髪確かに派手髪だと見つけやすそう。私はでも髪の毛は染めないけど、染めるお金がない、あの維持するお金がないから染めない。あと単純に美容院がめっちゃ苦手。
見て、キラキラシール全部貼り終わった。ゴミ、これはゴミ。てれーん、ちいかわとキラキラページでーす。かわいい。じゃ次のページはちょっとこの辺で着せ替えシールを登場させようかな。もうさ、楽しくて止まらないんだけど、どうしよう。え、もうさ、ワクワクする。みなみのシール帳可愛すぎて。あとさ、ちょっとあまりにもこのディズニープリンセス剥がれ落ちるんだけど、どうしよう。場所が悪いのかな。貼り方をキモくなっちゃったけど、変えたから剥がれませんように。え、どうしよう、次のページおー、どうしようかな。着せ替えシールにしようかな。でもさ、見開き着せ替えページにしたいんだけど、また分厚くなりそう。まだ薄いページの方がいいな。隅っこ暮らしにしよう。隅っこ暮らしページにする。ワクワク。え、みんなさ、楽しいんですか、こんなショールーム。私がこんな一生懸命ペラ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 お話ししながらシール帳を作ってる謎ショールーム。あ、楽しい？ならよかった。みんなさ、好きな時間に寝ていいからね。思んないけど見てる。さ、どうして、マジで時間の無駄だよ。楽しいですか。優しいね、楽しいよって言ってくれる人は。え、本当にみんなシール帳を作って、みなみとさ、シール交換して。女の子も男の子もおじいちゃんもおばあちゃんもみんな作ってよ、シール帳。シール交換しよう。どこでシール交換しよっか。できる場所あるかな。じゃあさ、もうみなみさん、もう毎日シール持ち歩くから、街で見かけたら声かけて佐藤みなみちゃんですか。はい、そうです、シール交換してください。もちろん。チェキの時とかにシール交換できないかな。パチスロのシールしかない。え、死ぬ。何のシールですか、ちなみに。あのコードギアスとかだったら喜んでもらう。
大好きだから、みんなルルーシュのこと。今ねアニメちょっとずつ見てるんだ、コードギアスの反撃のルルーシュを見てるよ。なんかイベントとかさできるよってなったらさ、シール交換会とかやりたい。で今さやってるコードギアスの映画ってルルーシュ出てこないよね多分。なんかいなかった、ルルーシュもさスザクもいなかった、あのキービジュアルみたいなやつに。だからさきっと出てこないんだろうなって思って見に行っていないんだけど、とりあえずあのボッチザロック見に行きたいんだよな。やっぱそうだよね、反撃とか見た方がいいよね、見てからの方が楽しいよね。やばい、あまりにもドジすぎるこのページ。ボザロとあとねエピナギもまだ見に行けてないから、そう本当は今日エピナギを見ようかと思ったんだけど、シールにお金を使いすぎてエピナギ見るお金がなかったから帰ってきた。そうボザロ総集編なのよ、でもムビチケ買っちゃってるからさ1枚いつか絶対。もうボザロに影響されてギターやりたくて仕方がないの。あ全部晴れそうな予感。ポールプリンセスも見たい、ポルプリもさめっちゃ気になってて、てか大好きな小倉優衣さんがご出演されてるんだよね声で。ポルプリもめちゃめちゃ見たい。私 CG がもうタツノコプロなので、ポルプリが神ってあることはもうね見なくてもわかるから見たいです。ポルプリプリン、なんかさやってたじゃんポルプリ再演ツアーみたいな、めっちゃ行きたかったんだよねあれ、行けなかったよ。誰こい本番よりリハの方ができてたな、悔しい。ねえ待って、めっちゃ可愛いんだけどこの隅っこ暮らしページ全部貼れそうだよシール。もうこの細かい星とかも全部貼ってるから。
たー、へーん、すみっこ暮らしページ。ポイントはこのシール台紙の猫ちゃんも一緒に写してみたところ、ぎっしり、もう余白を許さない平成女児です。ちょっとさ、ラプンツェルめっちゃ剥がれるんだけど、ラプンツェルと白雪姫がめっちゃ剥がれる、相性が悪いな。いいよ、剥がれないでね。じゃあ次のページは何にしようかな。お寿司にしよう。お寿司、お寿司、いやどうしよう、あこっちにしよう。やっぱこれサンリオプクッとシール、クリアキラキラシールってどれのこと？あ、すみっこ暮らしか。これゴミですね。どうしようかな。ポチャ。ハンジョドン、三つ編みかわいい、ありがとう、嬉しい。ボサボサなんだけどね、だいぶ。メガネメガネメガネパリミキ、私のメガネパリミキじゃない、ゾフだよ。メガネ屋さんっていっぱいあるよね。ジーンズが一番リーズナブルなのかな。初めてメガネを買ったのはジーンズだったけど、でも初めて買ったメガネあんまりにも陰キャすぎて恥ずかしいかも。あれいた、キティちゃん。どうしよう、ちょっとやめよう。あれ？え、また止まった？動いてますか？なんかまた止まっちゃった。すぐ止まるんだけど。なんで？動いてる？ちょっと調子が悪いですな。なんでだろう。嫌な感じ。あ、変な位置に貼っちゃったよ。治った？あれかな、アップデートしてないからですか。もうだとしたらもう私の責任。
みなみさ、君だけが秋めいていた、めっちゃ好きなんだよね、曲。感想のさ、メロディーが特に好きで。よくない？あの、トン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 トみたいな。あそこの振り付けも好き。なんか、スカートふわんふわんってさせた後、ちょっとミュージカルっぽい感じの動きになるの。いいよね。どこか違うね、髪を切ったの、綺麗になった。何してるの？シール帳を作ってます。7000円分のシールなどをたくさん今日は買ったので、シール帳を作って、明日の僕の太陽公園でシール帳交換をしに行くんだ。だからそのためのシール帳を今は作ってます。え、クロミちゃんの、あ、いた。ちょっと待って、じゃあそこはクロミちゃんがいい。確かにさ、途中から来た人からはさ、どういう状況って感じだよね。シールをね、ひたすらいっぱい貼ってるの今。ペタペタと。メロクロちゃんは隣同士に並べたいんだけどさ、ポチャコじゃないや、ポンポンプリン。やばい、マイメロが入んない。いい感じ。シナモンが入んない。ちょっと縦にしちゃおうかな。あ、変なところに貼っちゃったよ。やばい、変なとこに貼っちゃった。え、剥がれない。ちょっといいや、もうここで。明日僕隊。やばい、ラプンツェルが剥がれ落ちてきた。ちょっとさ、本当にさ、粘着力が弱。え、白雪姫もダメだ、相性が悪い。撤退。なんでですか。このピー、なんか楽しいですか？なんか定期的に聞いてるよね、みんなに。絶対さ、こんな配信楽しくないだろうのに、見続けてくれてる人たち優しい。え、なんかさ、あ、飛んでった。変なところについちゃったよ。
ねえ見てできたんだけどさ、シナモンここについちゃってなんか剥がれなくなっちゃった。できた、すみっこ暮らしとサンリオページ良きですな。じゃあこっからどうしよう、ご飯のページにしようかな。このお寿司とこのなんか光るらしいおにぎりシールを使って2ページ丸ごとご飯のページにしたいんだけど、そしたらまた閉まんなくなるよね絶対に。ぷくぷく同士、まあ一回ちょっとやってみるか。お寿司使うよ。え、くさっ、え、くさっ、ちょっと待って、くさい、このシール臭い、ちょっとびっくりした、え、臭くてびっくり、ちょっとごめんなさい、でもシールは可愛いんだけどさ、ちょっと臭くてびっくりしちゃったびっくりした、なんか ゴムみたいな匂いごめんなさい、すいません、臭いとか言っちゃいけないんだどうしよう、え、多分そうだと思う、誤飲防止でわざと臭いやつだと思う、その企業さんのさ優しい心をさ、臭いとかって言っちゃダメだよね、すいませんでした、うふふ、ふん臭とかって言っちゃってね、いいな、パンとかある、パン食べたいな。今みなみはね小麦を禁止してるからさ食べられないの、ピエンピエンピエン、パフェかな、あれアイスフロート、パフェ食べたい、パフェ、ベースブレッドも食べない、今小麦粉を全般禁止してるから食べないの、食べたい、でもめっちゃだってパン大好きだもん、みんな、みなみがどのぐらいパン大好きか知ってますか、老後パン屋さんやりたいって思うぐらいパン大好きだよ。そう、コギミョンのことも大好きなのに小麦粉禁止なの、悔しいよこんな人生、かわいいこの子、おにぎりのレシピッピみたい、パフェ、パフェの種類、放課後なんで待てない、おこべはスイーツ激戦区、パフェの種類数えきれない、あ、絶対歌詞違う、今日はご褒美パフェタイム、みんな大好き食べたいよ、甘いもの食べるとね虫歯になっちゃう、気をつけて、たまにはね私もねついつい食べちゃう、ママには内緒、
パフェ食べたくなってきた。パフェも今食べれません。私甘いの禁止してるから食べられないものばっかり。何を食べて生きていけっていうの。まったく。パフェ食べたい。そう、そういうさコラボ系のやつとかも何にもいけないの。行きたいのに。コラボ系はさ期間決まってるし、なんかいいかなって思っちゃってる自分がいる。置き換えとかにすれば。見て全部貼れたから。あ、もうほらまた分厚くなっちゃった。これさ閉まるんですか。あ、ギリ閉まる。もう今こんななんだけど。この余白にお寿司を貼っていきます。やばい、本当にシール帳の厚みがやばすぎる。分厚いんだけど。ちょっと待って、こんなはずじゃなかった。こんなになるとは。待って、これかわいすぎる。ねえ見て、めっちゃかわいい表情ついてるんだけど、お寿司に。お寿司もいるわ。お寿司もいるし、お寿司もいる。え、ボザロコラボかっぱ寿司でやってるの。それはいかねば。まあ、お寿司ならいいかなっていう自分がいる。今日お寿司食べ行こうとしたんだけど、はま寿司めっちゃ混んでてやめちゃった。やばい、なんか縦になっちゃった。ちょっと細かいの貼るの難しいたん。お寿司のシールかわいい。チェキに貼ろっかな。もう最近さチェキのさ書く、何を書けばいいかネタ切れでだったから、シール貼ってこうかな。こんだけ買い集めたし。いや、卒業公演の時とかなんか10枠になるらしくてさ、絶対にそんな一人一人に凝ってられないからさ、名前サイン日付宛名公演名シールとかにしようかな。けどみんなピンポンにお金を使わないでください。本当に5000円使ってダメだったら諦めてくださいってずっと言ってるのにさ、3万円とか9000円とか2万円とか1万5000円でダメだったとか、やめてよみんな。自分のご飯代にして、それは美味しいご飯を食べなさいな。そのお金で叙々苑行けるわ。まったく本当に心苦しいよ私は。でもさ、私がもう握手会もないからさ、ピンポンで入れないと話せない人になっちゃった。大泣き。僕隊の時は僕隊屋さんって書いてて、誰恋の時はみな恋屋さんって書いてる。やっぱさ、みんなみなみに恋をしてると思うからさ、ふふん。え、そうだよね、ピンポン入れるのがさ話す最後のチャンスだよね。
なんかもうピンポン確定券とかね、キュッパチ券みたいな感じでさ、欲しいところですよな。え、かわいいこのお寿司、汗かいてる、汗みたいな、かわいい。ちょっとさ、お寿司のシールちっちゃくて貼るの難しいな。よっ、え、かわいい。じゃあこっちは大きいお寿司にしよう。わあわあわあ、刺された。あららららら、あらららららら、見たくない。誰だって死にたくないものよ。でもね、人生に疲れ切ってしまってね、生きているのが辛いことだってあるのよ。そういう時は無理をしなくていいのさ。え、やばい、なんかめっちゃ殴られてるよ。大丈夫？わあ、物騒ですな。今ね、世にも奇妙な物語を見ながら、あーわー、世にも奇妙な物語を見ながらシール帳を作ってるんだけどね、今世にも奇妙な物語の方がちょっとね、物騒な展開。ちょっとまだ余白がちょっと気になるけど、一旦完成。食べ物ページ。このブクブクしてるやつはなんか光るらしい。やばい、厚みが。この次のページもちょっとお寿司のページにしようかな。ちょっとこのお寿司シール可愛すぎて。すごいと褒めてくれる、みんな優しいすぎる。ね、ピンポン玉チャレンジってさ、どのぐらい難しいの？ちょっとさ、気になる。みんな、いやでもこれは数えたら恐怖だから聞くのやめよう。ピンポンにこれまで合計いくら費やしたのって聞こうとしたけど、そんなの誰だって考えたくないことだと思うからやめておこう。難しいよね、やっぱり。机が歪んでる気がする。
もうなんか怪獣みたいな世界だね。そんな沼っちゃダメだよ本当に。自分の生活を大事にしてお願いだから。スタッフさんの言ってることと顔優しい。さあその笑顔の裏に何があるのかな。おすごいこと言ってるよ。ダメですよ、あまりお金使いすぎたら家賃とか払えなくなっちゃうよ。クレカとか払えなくなっちゃうよ。たまにさ、リハ終わってマネージャーさんとお話ししてるときにさ、ピンポンが入ったであろうチャリチャリアイアイジャインっていう音が聞こえてきて、あ、誰か入ったんだなって思う。あとなんか最近さ、ピンポン人気メンバーすぎる私、なんか5枠じゃん、ピンポンって1メンバーにあたり上限が。5人全員いることが珍しくない。びっくりしちゃう。だからいつも怖くってことはこの5人の人はすごくお金を使ったんだって思って、キーンってなる。リボ払いじゃないからセーフ。まあ確かにリボ払いはもうおしまいです。リボ払いは南ですらしたことない。リボとアコムだけはダメだよ。ピンポンのためにアコム行ってきたから大丈夫だよ南ちゃんなんて言われたら私もう泣くから。ピンポン台メンバーに入ってきてないですね1円も。だからなおさら本当にへんへんってなっちゃう。あの別に私たちはでもなんかそのお金が欲しいわけではないんだよ。なんか自分のファンの人が自分のために使ってくれてると見せかけて全く違う場所に使われているので、そのお金はそれが悲しい。南のお財布はピンポン多分改装費、劇場の改装費多分、あと私はもう辞めるからさ、今年度の頑張りとかお給料あの何も反映されないからさ、まあ、実質ただ働きって言い方も変だけど、去年の自分が頑張った分のお給料を今もらってるから、今年の自分が頑張った分のお給料はあの私の元には何も入らない。なんか運営さんとかが美味しいご飯を食べるのかなって思うと悲しい気持ちになった。
だったらまだあの改装費に全部使ってくれって思うね。まあいいんです。それでも私は楽しく毎日お仕事をしている。退職金出ないよ。だってさ、個人事業主なわけだから、自分が社長みたいなもんですよきっと。退職金はないですね、きっとない。あったらびっくりしちゃう。ね、お寿司ページめっちゃかわいいんだけど、こっちのページに入りそうだったのかな。ちょっとさ、ちっちゃいお寿司貼るの大変すぎたんだけど、見て、ちっちゃいのがいっぱいいるここに。けど今こんな感じ、お寿司ページ。ちょっとここの余白がすごい気になる。ちっちゃいお寿司の顔がついてないやつをここに貼っていけばいいか。ガリとかあるの可愛いんだけど、ボタンおそらく止められる。顔がついてないやつ。ブリリンリン。いい感じ。見て、お寿司。ちっちゃいお寿司も貼りたい。ちょっと後でにしよう。一旦ステイ。お寿司しししし。え、怖っ。目。怖すぎ。何これ、元恋人を作るんだ。めっちゃ怖。目のパーツ超リアル。
ちょっと分厚すぎるんだけど、どうしよう、厚みが、このさ分厚いシールどうしよう、向かい合わせにしちゃダメだよねやっぱり。厚みがやばい。お寿司、お寿司オッケー。じゃあ次これ、今さ何時、私さ何時間シールと向き合ってるんだろう。そして何時間みんな今でも最初から最後まで見てる人なんているのかな。今さもう最初から今もいるよって人いる、この中に。あ、いる、やばい、いる、みんな大丈夫楽しいですか、なんか見ながらなんか作業してたりとかするのかな。ラジオ感覚かな、まあ、全然本当にそんな感じでいいんだけど、ちゃんとあのご飯とか食べてね、トイレとか行ってね、眠くなったら寝てね。心穏やかに見させてもらってる。あ、それならよかったけども、ん、これは同じクマちゃん、同じクマちゃん、パンダちゃん、パンダちゃん、クマちゃん、本当にブスだな、人相悪い顔してて嫌になってきた。ほらもう人を殺めてしまいそうな顔してる私。今なら悪い顔選手権とか優勝できそうな顔してる。え、あのさ、ハワイアンズ行きたい。なんかああいうでっけえプール行きたい。まあ、でっけえプールに行ったとて、プールに行きましたっていうツイートはしないけどね。いや、したとしても写真は多分乗っけない。もう水面の写真とかしか乗っけないけどね。やだな、プールでファンの人と遭遇一番嫌、気まずい。みんなもし今年の夏プールで私を見かけても無視してください。え、なんかグロ、グロいんだけど、あの世にも奇妙な物語。でも今年まなかちゃんとさきぽんとねプール行きたいねって話してるんだ。私オイラでも着れそうな可愛い水着をね派遣したの。
うさちゃん。え、やば、キモ、怖っ、怖っ、めっちゃ怖いし、キモい。今ね、世にも奇妙な物語見てる。めっちゃキモい。あ、キモ、キモい。え、上半身しかない見入っちゃう、見ながらさやっちゃうからすごい無言だった今。ごめんね。すごいね。なんかでも絶対嫌なんだけど、みなみ元恋人と。元恋人を作るだなんて。だってさ、別れてるんだよ。嫌じゃない？もう一回さ別れた人なんて絶対無理。なんかさ、どっかが何かが嫌でさ別れたんでしょ。別れるってきっとそうでしょ。え、みんな見ている皆様はさ、恋人とかいたことありますか？もしくは今いますか？楽しい恋愛って。おいらはめんどくさそうだなとしか思わないんだけど。だってさ、他人を軸で生きるって嫌じゃない？しかも他人に時間を取られるのも嫌じゃない？おいらは嫌だよって思っちゃうな。あと人間はいつか裏切るから嫌です。なんかちょっとあまりにもジョジなページ。カオチータン、怖っ。え、マジ
こんなさ人形家にあったらマジで怖いだろ、怖すぎ。いや、もうおもろおもろすぎ、なんかピカピカなんだけどシュールすぎない？おもろい。おもろ、今ねカエルさんを張ってるんだよ。ちょっとだんだんもうさシール貼るのめんどくさい。すっぴんに近いのか、ねすっぴんです。なんにもメイクしてないからメガネをかけてごまかしてる。だって本当に面白いんだけどあの世にも奇妙な物語を見てるんだけどさ、ちょっとめっちゃ面白いだってなんかさルームライトみたいなパリピみたいな感じになってるんだけど面白い。どういう状況、怖っ。別れてるのに彼氏の方も元彼だった側もなんか人形を作り出してる。お互いがそんな人形を作るんだったら別れなきゃよかったのにね。どうして別れちゃったんですかね。ちょっとでも人形をさ作るってね怖いね。あ、終わっちゃった。よりも奇妙な物語。あら、よりも奇妙な物語が始まって終わる時間まで私は配信をしてる。すごい。ピヨピヨ、ひよこちゃん見て、お寿司とひよこちゃん、お寿司となんかぷくぷくのページでーす。完成。次は何のページにしようかな。なんかこれもあるんだよね。けど、着せ替えシールにしようかな。着せ替えシールのページ。本当にさぷくぷくすぎるんだけど、どうしよう。ページがちょっとぷくぷくすぎる。
とおちよちよ。ちょっと位置変えるかやっぱ。あ！大変。ページをでも1ページ目は愛ちゃんがいいな。やっぱページ変えるのやめよっと。やばいバラバラになっちゃった。いや7000円分はね豪華ですな。本当にその通り。閉まらない。やばい。開けなきゃよかった。あ、剥がれたしかも。ちょっと待ってどうしようどうしよう。え、なんかさ、閉まんなくなっちゃった。助けてください。どうしたらいい？しかもなんか隅っこの暮らしのシールもすっごい剥がれる。どうしようどうしよう。閉まりました。よかったけどちょっと分厚すぎてやばい。今こんななんだけど。閉まりません。でもまだ作りたいページいっぱいあるよ。どうしよう。もう一冊買うべきでした。でもなんかパンパンではないんだよ。あとさほらこんな台紙が残ってんの。あれだね、もうあのプクプクシールを買いすぎたっていうのと向かい合わせにしているっていうのが先般ですね。やばい貼り直したい、もはや。けどいいの。このまま強行突破。着せ替えのページです。え、やば、女の子の腕とかこれさ折れちゃいそう。世界シールのページ細いな。着せ替え女の子
させてあげれて、え、楽しい、着せ替えシール楽しい、すでに。これまた厚みのあるシールですね。で、見て、めっちゃ可愛くない？またここがでも閉まんなくなる。え、かわいい。お靴履いてと。え、かわいい。めっちゃかわいいんだけど。やっぱ着せ替えシールって楽しいよね。なんか魔法のステッキみたいなやつも持たせちゃおう。よっ、かわいい、かわちいちいだね。悪魔ちゃんみたいなのも作っちゃおうってと。いろんな着せ替えシールを散りばめちゃおうと。かわいい。え、着せ替えシールちょっと楽しすぎる。ワキワキする。こっちの子のだな。こっちの子かな。こっちの子ちょっと多くない？パーツ。かわいい。着せ替えシール。みなみちゃん着せ替えシールとか出してみたい。AKB の衣装で。 AKB の衣装ってマジで可愛いの多いから、着せ替えシールとか出したらめっちゃ売れそう。できたー、じゃーん、着せ替えのコーナーで。次のページにこっちのこのお洋服を貼ろうかな。キラキラしてない方。
可愛いよね。着せ替えシール。おぬぬめ。あ、衣装シールって昔あったんだ。今も現代バージョンで出してほしいね。しかもなんか最近の僕隊ずっとなんか後輩が多いなって時もあったから、明日は結構先輩がたくさんいる気がするけど、どう？楽しみ。なんか僕隊ってさ、先輩が いっぱいいるイメージだったからさ、最近後輩が多くてびっくりした。自分がさ結構先輩になってることが多くてびっくりした。あ、やば、先輩だ、しっかりしなきゃできないけどみたいなことになることが多い。しっかりできない私。MC とかすごいだから、え、何お話ししようってなっちゃう。先輩も少ないです、今は。悲しい。できた。こちらはクローゼットページ。この子たちのお洋服。ちょっとさ、こっちにもあるんだよね、着せ替え。ゼンマシマシ MC は先輩の貫禄あったなら良かったです。マジでちょ恥ずかしいってなった。ちょっと一回もう一回チーカワページ挟もうかな、友達にあげるやつ。これ一旦ちょっと薄いシールを使いたい。ゼンマシマシ今までので一番好き。嬉しい。なんかマジで どうしようって思ってとっさに出てきたのがあれだった。え、これいいじゃんって思って、なんか事前に考えるっていうのが私できなくて、いつも MC 即興で出てる気がする。これ使う。即興であれは天才、ありがとうございます。ふふん。まなかちゃんお腹抱えて笑ってた。え、もう嬉しい。まなかの笑顔が俺の元気の源。なんちゃって。そう、でもなんか結構静かだった客席が大盛り上がりしてくれて私は嬉しかった。やっぱさ、こんな逸材を逃していいのかい。
もう7月でいなくなっちゃうよ。いいのかーい。私を選抜に入れていれば、もしかしたら私は辞めていなかったかもしれない。いいのかーい。もう辞めるけどねーという気持ち、最近は。もっとね、佐藤みなみちゃんのことを期待して推してれば、私は辞めていなかったよー。バイバイ DH という気持ち。でも本当に選抜入ってたら辞めてないです。もうなんか現状、この現状が維持もしくは悪くなるみたいな感じだったから、だったらまあまだ二十歳だし、やりたいことたくさんあるから、やべえに向かって突き進んじゃおうっとって思って卒業しますって言ったから、選抜に入ってたらやめてなかったと思うと思います。マジで大バズりした自信あった、私選抜入ってたら。私絶対ツインテールをしていたから。あのツインテールのこのトーク面白い子誰ですか？ AKB48 の佐藤みなみちゃんです。こうなった自信がございました。いやでもね、みんなにもオイラが選抜でチラチラ輝く様子を見てもらえなかったのは悔しいたんでございますが、その分これからももっと頑張っちゃうからねという気持ち、だからついてきてくんなまし。まあでも年変わんないんだよな、ほとんど今入ってきてくれている後輩の皆様とおいらって。年月はすごい差があるけれど、それがさ怖いよね。なんか年変わんないんだって思って、1個下とか同い年とかなんだってびっくりしちゃった。めっちゃかわいい、見て、ちいかわのページ「シーサーと栗まんじゅう」。ね、歌番組出たかった。またもう一度出たかったですな。あとさ、キティちゃんとこのでっけえ着せ替えシールしかない。あとこれでももうパンパン、見て、ちょっとさ本当に閉まらないんだけど、どうしよう。向かい合わせにさ作っていったからさ、やばい、ボタンがもうギリギリ閉まらないぐらい。なんかお寿司のシールこんなとこについてたし、これはどこにいたんだろう。ねえ、やばい、閉まらないです、どうしよう、誤算です。
分厚すぎる。えね、なかなかカバンのスペース食っちゃうし、ちょっとこんな分厚くなる予定じゃなかったんだけど。ギチギチすぎない？やばい。でもまだあるの。はち切れそうだよ。タイルシールとかなんか逃げ出してるし。ねえ、7000円ちょっとやりすぎたわ。どうしよう、ちょっともうちょっと貼りたいな。てかさ、篠宮なつきくんがお誕生日ですよ、もうすぐで。なつきくん、お誕生日おめでとう。今年は公演があるからさ、お祝いしたしに行けないけど、明日リハの服はなつきくんの T シャツで、なつきくんのぬいぐるみを連れて行こうと。大好きな篠宮なつきくんがお誕生日、もうすぐで。私絶対篠宮なつきくんと結婚したいの。好きなタイプは篠宮なつきくん、結婚したい人も篠宮なつきくん。今 YouTube の通知がピコンってきたの。なつきくんのバースデーソングの公開的なやつかな、多分。楽しみすぎ。なつきくん、でも私はダイエット中だからさ、夏希のためにケーキを用意することもできない。悔しい。何もお祝いできない。なんかさ、結構リサーチしてたの、夏希の誕生日ここで祝いたいなとか、お店をめっちゃリサーチしてたんだけど、どこにも行けない。桃人はね、6月30日だからお誕生日ちゃんとお祝いするよ。でもケーキみなみ食べれないから悩んでる今。友達にケーキを食べてもらおうかな。でも家族食べてくれないから。ケーキこれ丸ごと全部あげるからさっつって。桃人の誕生日今年どうしよう、どうしようかな。え、そう、今ダイエットしてるから食べられないんです、ケーキ。あー、アイスケーキ、アイスケーキにすれば家族食べるや。アイスケーキにしようかな。作りたいだよな。どうしようかな。なつきくんのお誕生日もちゃんとお祝いしたかった。ちょっと本当に分厚いんだけど、どうしよう。もうここまでにしろっていうお告げかな。どうしよう。
桃下くんのデカフックスターアニメイトのやつだよね。あれね、買ってないわ。そういえばまだ売ってるかな。売ってたら買いたいところ。あのデカフックスターはあると結構生誕の時に重宝するんで。あと今あれね、タペストリー欲しいんだよね、あのでっかい。けどさ、あれ目当てでくじを何十回も引いたんだけどさ、出なくて、ちょっとどうしようって今悩んでる。ありがとう、では買います。いいんですか、そんなお言葉に甘えちゃいますよ私ね。そう、タペストリーもめっちゃでかいからさ、あれもあるとめっちゃ嬉しいし、私の生活が潤うね。ずっと悩んでんの、あのタペストリーをさ、あの売ってるのを見かけたから、めっちゃ高かったんだけど買おうかずっと悩んでる。2万円ぐらいするタペストリーだけで。でもあのでかいタペストリーで2万はまあ普通にそんぐらいするよねって思ったら、じゃあ全然買ってもいいかなとかっても思っちゃってて、ずっと悩んでる。買おうかな、どうしようかな。もしタペストリー買えば、そのタペストリー合わせで、ね、なんかチョコレートケーキとかにしてってできるなとも思ってね。悩みに悩んでおりますよと。マジで私が富豪だったら一瞬でポンって。でもさ、シールに7000円使ってんだったらタペストリーも買えるか。買っちゃおうかな。大悩みしてる。届いたんだよね最近、そのサイド M のくじが。もうなんか紙類のやつがいっぱい届いた。私ね、桃人全然出なかったのとか、でランダム系本当に桃人なかなかね出ないんだよね。ちょっとさ、もうこんなパンパンだからさ、やめようかなこれ以上増やすの。この追加したシール台紙いらなかったな。取ろうかな。でも取るとなるとパンパンすぎてまた閉まんなくなる。ちょっと一回この台紙を全部外そう。外して追加したリフィルを。これはまたシール帳を作った時のために取っておこう。交換したの春スペースはもう最後の一枚だね。ちょっとプクプクシールやりすぎた。もうブクブクすぎる。いや、まあ7000円分のシールがあるのでね、まだまだあるんですよ、たくさん。もうこれ本当にみんなとシール交換をしたい。
とかにも貼ってあげたい。ねえ、この隅っこ暮らしもめっちゃ剥がれるんだけど、なんで？指紋ですか？私の指紋のせい？いや、閉まりそうだぞ。これで。よ。そしてこの隅っこ暮らしがさ、すんごい剥がれる。もうやだ。なんで剥がれないで。怒るよ。USJ 行きたいな。てかさ、そろそろ時間だよね、絶対。ちょっとランキングを読まなきゃ。ねえねえ、私ランキング読みたいからさ、お願い、言うこと聞いて。ねえ、お願い、言うこと聞いて。あ、まだ20分ある。どうして剥がれようとするの？ねえ。ねえ、ちょ、どうしよう。隅っこ暮らしのシールがくっついてくれない。ちょっとモリモリすぎてさ、いろんなとこからシール剥がれてくるし、嫌な気持ちになってる今。ちょっとこれも剥がれるな。テレビのリモコンにつけよう。あ、テレビのリモコンにもつかない。君はじゃあどこにならつくんだい？ちょっとよくわかんない、お菓子の缶。あ、ここにもつかない。捨てろってこと？そういうことだね。粘着力がない。戦力外だ。あれ？あ、またさ、隅っこ暮らしの違うシールが。おい、君たち。剥がれないでおくれよ。ちょっと待って、イライラしてきた。めっちゃ剥がれるんだけど、なんで？やばい、こいつ戦力外。キ
結構でかいんだけど。この野郎ちゃんとくっついておくれよ。え、ダメだ、すんごい落ちる。もう嫌な気持ちになったから。君戦力外ね。これでさ、ちょっと締めたいんだけど台紙締まらない。リングが決まらない。しまった。よし、もう一回だけチャンスあげるから、ちゃんとくっついてね。おい、え、なんでさ君だけくっつかないわけ。ちょっとわけがわからない。これこいつがすぐ剥がれる。もう閉めちゃえばいいんだ。そしたらさ、圧迫されてくっつくよね。できた、シール帳。じゃあ紹介してあげましょう。まず表紙はこんな感じでキラキラです。厚みもこんな感じで、すごい分厚くなっちゃいました。分厚いシールばっか貼ってたら分厚くなっちゃいました。まず1ページ目、こちら星野愛ちゃんです。星野愛ちゃんとキラキラです。2ページ目はタイルシールとディズニープリンセスのウォーターシールです。ちょっとシールの配置が気に入らないけど、まあいいや。3ページ目と4ページ目はこの犬のなんかシャカシャカのシールとウォーターシールで、ピンクと水色のページです。次がちいかわ、ちいかわとキラキラのページです。そして次がじゃーん、すみっこ暮らしとサンリオのページです。そして食べ物のコーナー、食べ物シールの食べ物シールのコーナーでーす。なんかこのプクプクしてるのは光るらしいけど、本当に光るのか分かりません。そしてお寿司となんか可愛い動物たちで、その次が着せ替えシールで、着せ替えシールのクローゼットとちいかわのページ。あとはこっちはキャラリーン、交換をしたものを貼るとこ。以上。あ、シナモン剥がれた。よかった。変なとこについちゃったやつ。
これもじゃあテレビのリモコンに貼ってあげよう。ママに怒られそう。オッケー完成。明日はこれを持ってシール交換に行きます。こんな感じでみなみちゃんのシールおしまい。みんなもシール作ってね。そしてみんなもシール帳を作って、みなみとみなみ推しのみんなでシール交換をしよう。いつか。今何分？ファンの子同士でもシール交換してね。それでは、ランキングを発表しようかね。え、マジでさ、南越しみんなでシール交換してるところ見たいし参加したい。男子女子問わずシール帳交換してね。え、南ちゃん推しですか？はい、そうです。あの、よかったらシール交換しませんか？ぜひ。これ私のシール帳なんで。あ、じゃあ見ますね。え、じゃあちょっとこのウォーターシール欲しいんですけど、タイルシール大きいの2枚でどうですか？え、ぜひぜひお願いします。え、じゃあこの着せ替えシールのこの衣装欲しいんですけど、その衣装と交換してもらってもいいですか？あ、ごめんなさい、これ気に入ってて交換できないんです。あ、すいません。あ、じゃあこの衣装とこの衣装をお渡しするんで、そっちの衣装と交換は、あ、ぜひお願いします。いいね、にっこりしちゃう、そんな様子見れたら。え、劇場のルビーでみんなも参加しようかな、ビンゴの前とか。シール帳交換。ちょっと眼鏡でここ耳のとこが痛い。じゃあランキングを発表するよ。13位ケネスさん、12位ゆうきちゃん、11位さやなちゃん、10位のんたさん、9位デーマンさん、8位マドビーさん。ああ、変わっちゃった、変わっちゃったので、もう一回読みます。13位ケネスさん、12位ゆうきちゃん、11位さやなちゃん、10位のんたさん、9位まどびーさん、8位デーマンさん、7位いそうさん、6位コレさん、5位島根のちーさん、
4位ケイジさん、おめでとうございます。ありがとうございます。パチ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 、ありがとう。そして3位マサマサさん、おめでとうございます。ありがとうございます。パチ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 。そして2位、あれ2回目だ、島根のちーやんさん、おめでとうございます。パチパチパチ、あ、2人いるの。じゃあちーやんさん16期推し、5位と2位どっちにもいる、おめでとう。そして1位は直樹くんです。おめでとうございます。ありがとうございます。パチ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 。ということで、あとはもう勝手に切れるのをね待ちたいと思います。12時になったら勝手に切れると思うから、ありがとう。みんなこんなくだらない配信を見ていてくれて、おかげさまでシール帳が完成したよ。明日はこれを持って行ってシール交換しに行くんだ。楽しみ楽しみ楽しみ。もうすぐでしのみやなつきくんのお誕生日です。ワク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 。あ、別の人なんだ。島根のちーやんさんが2人もいるんだね。偶然お友達になってほしいな。じゃあワクワク。じゃあみんなで、まあ、しょうちゃんもお誕生日だし、なっちゃん、しょうちゃん、お誕生日おめでとうって言いましょう。いきますよ、せーの。なっちゃん、しょうちゃん、お誕生日おめでとう。あ、さつきくんもね。そうね、さっちゃんもなつきくんのね大切な存在だから、さっちゃんもだけど、なつきくんとしょうちゃん、そしてさっちゃんもお誕生日おめでとう。なっちゃん、さっちゃん、しょうちゃん、お誕生日おめでとうね。私はさつきくんと幸せになるよ。ぷぷぷーい。あ、違うんだ。5位の、あ、島、5位が島根のちーさんで、2位が島根のちーやんさんか。おめでとうございます。ごめんなさい、間違えちゃった。ちーやんさんとちーさん、ありがとね。ピーヨ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 ちゃん、ピーヨちゃんの卵よろしくです。ピーヨちゃんの卵発売中、おいしいですよ。さ、あと何分くらいだ、どのぐらいで終わるんでしょうか、わからないけど、きっとあと5分ぐらいで切れるんだろうなと思います。配信が 2、3分。ママチンがこの終わり際に来た。こんなさ、シールの大量のシールを見つかったら怒られそうなんだけど、ママが来る前に片付けようと思ったのに怒られそうですな。まあいっか、みなみのお金だし。
無言なんだけど。まあそんなこんなわけで本日も配信ありがとうございました。またいつかお会いしましょう。おいらはお風呂に入ってお眠りにつきますよ。シールいっぱい買ったんだ。ほら、すごくない？買いすぎだろって言われた。バイバーイ。おやすみなさーい。